1977年上空より撮影の仮勝値信号場跡。左が落合方面、右が新徳方面。約1メ5 k m 範囲。中央より少し左側に上下斜めに構内があり、中央より上が引き込み線、下が折り返し線となっていた。それを中央でクロスして、左側単中央から右下へ逆へ出を描いて、 本線が敷かれ、その右下側は約1キロメートル長のカリカチトンネルとなっていた。校内中央より少し下側にトンネル入り口、写真右端中央より下側、展望台の斜め上方向に筋状に出口の軌道跡が残されている。トンネルの上にはかつては暴風雪林が植栽されていたが、この写真では丸裸になって小川筋や多くの地割れが見える。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成仮価値信号場はかつて北海道空地郡南フラノ村落合に存在した日本国有鉄道根室本線の信号場である1951年からは仮上工場を併設して旅客扱いも行っていたが1966年に 勾配の緩やかな新線ルートの開通に伴い、廃止された。1907年、後に根室本線の母体となった、釧路線の落合予備広間開業に伴い、前後を25%パーミルの長距離勾配区間で挟まれた、仮勝峠に、蒸気機関車への給水給炭施設として開設された。当時は、信号所といった形態の種別がなかったため、 旅客貨物取扱い等の一般営業を行わない停車場とされていたが実態は信号所と同じであった。1922年から正式に信号場となった。旅客取扱いは戦後の1900、新内方面の本線は校内からすぐに仮価値トンネルが接しており、新線ルートへの切り替えの理由の一つとなった。戦後の労働葬儀の舞台となった。校内配線は 通過可能系のスイッチバックである。分岐器を挟んで、信内方に引き上げ線が本線と、平行し、落ち合い方に、直線の着発線が2本と、停車時間が長い貨物列車などのための留置線が1本、ある。本屋は分岐器より、着発線側に若干寄った、位置の東側に設置されていた。この X 字上の配線は、国鉄の信号上によく見られる配置で、 本線の片方がすぐにトンネルになっているなど、ロケーションも含め、縄文信号場もほとんど同じ構造である。列車交換、または、対表を行う場合、落ち合い方からの下り列車は、一旦引上げ線に入った後、更新で着発線へ入り停車。新内方からの上り列車は、仮価値トンネルを出た直後に直接着発線の、どちらかに入るか。 停車時間が長い貨物列車などは留置線に入って停車する。出発時は、下り列車はそのまま本線へ入り仮勝トンネルへ、上り列車は一旦更新で引上げ線に入り、折り返して落ち合い方本線へ向かう。ありがとうございます。